皆さんこんにちは、竹林と申します。私は日常の風景をいろんな学問の切り口を使って紐解いていく、そんな時間にしていきます。さて今日のテーマは投資について考えていきます。皆さん株や土地、外国為替などを長期的に保有することやったことありますか？私もやっております。この投資を心理学的な観点から考えていきます。まず投資について考えていくにあたりまして大原則があります。それは長期的に持っていた方が圧倒的に有利だということです。逆に短期的に見ていくとどうしましても急に上がったり下がったりというものが繰り返します。最終的には平均へと戻っていきます。平均への回帰という現象が起きてきます。ここで忘れてはならないのは人間にはある大きな法則があります。ここでクイズです。あなたはアマゾンから連絡がありました。100万円分の商品券が当たりました。これはとても嬉しいですね。さて次の週になって使おうと思ったら残念ながらこの商品券の有効期限は昨日まででしたということが判明しました。とてもショックです。さてあなたが商品券が当たった時の喜びを100とします。では商品券の失効した時のショックはどれくらいでしょうか？正解は200から250になります。面白いですよね。金銭的にはプラスマイナスゼロでも精神的には得た時の喜びよりも失う時のショックの方を2倍から 2.5 倍も大きく反応してしまう。これが人間の心理です。ちなみにこれはプロスペクト理論と呼ばれてノーベル賞も取っております。人間はこの心理を強く持っているということを覚えておくと株に対する接し方というものも変わってきます。詳しく申し上げましょう。私も株を買いました。そして真っ先にやったことはそのサイトを見えなくしたのです。ポップアップの通知とかを全部ブロックしました。そして半年に1回だけチェックするようにしました。なぜなら株価はどうしましても短期的に上がったり下がったりします。上がると嬉しいです。 1% 上がると1嬉しいです。しかし 1% 下がると 2.5 ショックなんです。同じように変動していてもショックの方が 2.5 倍大きくなる。これは判断を歪めてしまいます。だからその株価の変動に惑わされないように見ない、この一択に限ります。次に投資の中でも最も難しいのが損切りと言われるものです。株価が下がっている時にこれ以上下がったらたまらないとしてそこでもう売り払ってしまう、損を確定してしまうということです。なぜなら損を受け入れるということは人間にとってとても苦痛なことです。これから上がるかもしれないという淡い期待を持ち続けていたいのです。しかし人間は損を大きく解釈するということが分かっている以上、これ以上損が大きくなるというリスクよりだったら損を確定してしまった方がとても楽になります。ところで私先月ある会計ソフトのダウンロードしました。1年間のサブスクの契約をしたんです。でも1回もログインできなかったんです。毎日ログインしても結局ずっとできなくて、その会社にコンタクトを取ろうとしてもログインしない人はコンタクト取れませんよというふうにブロックされてしまいました。もう私は支払った2万7000円が惜しくて頑張ろうと思いましたけども、人間のこの心理を分かっているのでやるべきことはただ一つ、2万7000円を諦めるです。もう損を確定してしまってそれ以上深入りしない。その結果私は今とても心穏やかです。今日の話はここまでにいたします。皆様の判断の役に立てると嬉しいです。ちなみに私のお話は行動経済学という学問で詳しく研究されており、ノーベル賞も受賞されております。皆さんから日常の出来事でご質問いただけると私はとても嬉しいです。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。